こんばんは、ハヤトマンです。今日はですね、前回アイスクライマーをやってね、散々下手くそ扱いされていたと思いますんでね、ちょっとたまにはね、得意なゲームでもやってゲーマーなんだぞっていうところをね、見せつけてやりたいと思います。今日プレイするのは初代スーパーマリオですね。はい、それではプレイしていきたいと思います。スタート。よし、じゃあいきますよ。手つきがおぼつかない。よし、まずはね、キノコを取ってからね。まずはキノコを取って、ここよね、まず。いきなり、ここで。いっちゃっとキノコを取りつつ、ここに行けない。はい、ミスった。ファイヤーマリオになったね。いかに死なないでクリアするかっていうのが目的ですからね、今回はね。はい。よし。おお、ほら。さあ、とりあえず1の1ね。ゴール。これはね、誰でもできますからね、ここはね。こんなところ振ってくっててもしょうがないですからね。タイムアタックやりたいんだけどな。タイムアタックというよりも、でもね、3枚抜きたいんだよね。100アップやりたいんだよね。無限増殖ね。よし。いいよ。もうさっさと行こうね。さっさと行こうね。ここの1アップキノコ取りたかったね。まあいいさ。どうせ3面でいっぱいやるんだから。おら。あっよし。OKOK。こんな感じだね。3面に行きたい。何分でクリアできるかっていうやつもやりたいけどな。でも3面はここやりたいんだよね。危ない。よし。こっち入ったんじゃなかった。マリオの顔のやつですね。みんなやったよね、これね。マリオの顔。できましたーみたいな。3面、ワープで使うと、ここら辺に1着広がるんだよね。はい。で、ここスターだったんだけど。覚えてるもんだね。まあ、お久しぶりになるんですけどね。豆の木とかいいよ。さあ、いよいよですよ。100アップ。はい。成功。一発で決まったね。あれ？素晴らしい。おい、持っていけよ。これ本当、この裏技って本当にプレイヤーが考えたんですってね。任天堂っていうか、マリオ開発チームが用意してたわけじゃなくて、本当に誰かが発見したらしいですよ、これ。すごいですよね。めちゃくちゃ有名な裏技だよな。この時ね、ボタンとか無意味に連打とかしてたよね。素晴らしい。この絵が素晴らしい。ああ、死ぬ。残り50いったら行こうか。もういいや、行こう。はい。OK。あ、2000点だ。出そう。よし、3の2ですね。この王冠の横の意味のからのマークがね、無限増殖したよアイスですからね。ファイヤーマリオになったらめっちゃチキンですからね。
打ちまくりながら進むっていう感じでね。おっと、こっちこっちこっち、ちょっと怖いのよね。あ、ほら。よし。はい。危なげなくクリアですね。三の二。3の3、3の3は、あ、ここか。あ、ほら、まあ、ルートとしては3の3、3の4の後、4の1やってワープ行って8面行ってクリアするという目的ですね。目的というか、そういう目標ですね。あ、ここ、あ、惜しかった、やりたかったな。パタパタジャンプ。パタパタジャンプ。はい。はい。ああ、惜しい。旗声できなかった。ここ旗声できるらしいんですよね。あ、花火だ。やったぜ。なんか嬉しい。よし。次は3面ここか。じゃあね、Bダッシュで行ったらダメなんだよね。はい。こんなもんいらないよ。マジか、ショック。え、どうしよう、いけるかな。え、ミスったよ、めっちゃミスった。はい、オッケー。クッパ面、次4面か。このゲームは相当やったからな。めちゃくちゃやり込んだよね。うん、まあまあうまいでしょ。やばい、取れない、くっそー。ああ、ショックだな。ああ、これのせいで次の地下の面で、地下の面でここね、ここをね、でかいマリオのまま取るっていうのがかっこいいんだけどね。それができなかったっていうね。もうさっさと行きましょう、さっさとね。おい、危なよし、ここの10コインはなんか取りたいんだよね。よし、で、それでいて5000点取るというね、まあ、大事なのよね。よし、もう一回かな。オッケー、いけ、間違えた、いけ。あれ、コントローラーだ、コントローラーのレスポンスが悪い。ダサ。え、なんかコントローラーのレスポンスが悪いぞ。4の2ね。よし、ここを一気に、あっ、はい、じゃあ4の2ね。ちっちゃくなっちゃったよ、もうノーミスの予定が。あ、これ懐かしいな。ムーンウォーク。これみんなやったでしょ。ここから行くっていうね。うん、そうそうそう、多分みんなやったでしょ、全国共通だと思いますよ。おいおい、よし、懐かしいね、このめっちゃ懐かしいね。はいはいはい、行こう、始め、行こう、始め。え、一回ミスったよ、恥ずかしい。よし、行け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 。うん、うまいうまい、うまいぞ。はい、8面だ。8の1って長いんだよな、秒数は少ないし、長いし。あ、ボーズマン、ボーズマンの頭。これも多分みんな言ってたんじゃないですか。メットの名前はね、ボーズマンの頭ですよ。こっち入れたんじゃない。あ、次か、ここじゃない。あ、ここ1アップ切れなかったんだった。あ、取りたい、そうそうそう。めっちゃ懐かしい。おーい、おーい、ファイヤーマリオじゃないんだよ。秒数がやばい。
道草してられないからね。おいしょ、ここなんかあったんだけど、ムシムシ。あー、そうそうそう、このパタパタ邪魔なんだよね。死ぬまで待たんといけないっていうね。あれ、死んでくれないよ。もういいや。お、よしよしよし、ここからスターをこのタイミングで取る。なんだそりゃ。くそ、見つけるじゃない、もう切ない。あんなにやり込んで俺はどこに行ったんだろう。まあね、久しぶりにやったこともよねっていう言い訳をねしてみるというね、なんとも恥ずかしい。よし、ジャンプした意味なし。さあさあさあ、シャキシャキ行こう。大丈夫だ、きっと大丈夫、リカバリーできるはずだ、どっかで。パタパタをどかしの、よし、ここでスターを、はい、よし、うまい、ジャンプ、飛び出していったらダメよ。ほいほい、よし、ほい、危ない、あーもうここまで来たら大丈夫だ。2回も死んだ。よし、怖い怖いよ。よし、おー5000点だ。はい、8の1クリアですね。8の2、ここでリカバリーしないとな、どっかで。うん、そうそうそう、ここだね。怖い、危ない。よし、キノコとかなかったっけ。あ、ないね。あ、こっち行っちゃってキノコだよな。よし、行け。あ、死にたくない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 。あ、ここ広かったよね。危な、危な、あ、怖い。危ない危ない、もう怖い、こっちも怖い。ここ8の2の最大の難関。よし、あ、よかった。こんなのいないよ。さっさと進めよ。怖い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 、やれやれ、怖い怖い、ほい、そうそうそう、こうやって、よし、あー、よかった。8の2クリアですね。うん、うまいでしょ、うまいかな、こんぐらい当たり前か。さあ8の3、ここだよな、ブロスでブロス。あぶな、危な、ここでブルースをどう、よし、おかわばわろ、よし、よっしゃ、やったぜ、これでファイヤーマリオ撃たれる、やったー。もうこれはもうクリアでしょ、もうクリアでしょこれ。もう邪魔、やめてよ、ちょっとめ、キラーキラーね。おい、うまい、偶然。もうこのヘタレヘタレっぽい進み方。よし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 、危ない、よし、もうクリアっしょこれは。もういいよこれ、行こう行こう行こう、怖い、ここで落ちたら最悪。落ちると思ったでしょ、期待通りに行きませんでした。よし、いいよ、いよいよ最後の面ですね。ここが怖いんだよな、危ない、
ライ。マリオはね、もう散々やってるからね。もうワープとかも覚えてるよ、こっちも。はい。はい、危ない。海の面だよな、海の面が一番やばいんだよな。やばい、お、危ない。ちょっとコントローラーのレスポンスが悪いっていう言い訳をしてる自分がダサい。はい、本当にお前で、お、危ない、危ない。本当にお前がやってんのかっていうぐらいうまいでしょ。あ、怖い怖い怖い、ここが一番最大の難関。いいよ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 、 1,2,3 よし。さあ、ブロスが出てきて、よし、もう勝ったんだよ。危ない、え、もっと、ほら、もうとこの5番目のループだよ。はい、クリア。ファイヤーマリオクリアですね。素晴らしい。裏面とかまでやったら長くなるからね、この辺で終わっとこうかなって思いながら、時間がある人は見てくださいね。プッシュボタン B2 セレクト A ワールド、何ていうかわからん。これが次は裏面か。全部メットになるんだよね。全部ウォーズマンの頭になるんだよね。どこまでいけるかやってみるか。足速いんだよね、メット。いけるのかな。裏面とか懐かしい。はい、うまい、よしよし。いいよ、調子いいよ。はい、うん、楽勝ですよね。まあ1の1なんて楽勝ですよね。裏面ってクリアしたことあったかな。覚えてないな。なんか表面やって満足しますよね、こんなんね。足速い。ファイヤーマリオになっても意味がないっていうね。全く見どころがないね。あ、柱ちっちゃい。そうだった、裏面ってこんなだったわ。今回はもう最短ルートでいきましょう。ささっとね。裏面ノーミスクリアとかできたらかっこいいね。あー、できない。コントローラーのレスポンスが悪い。で、ダッサ。ダッサ。あ、もうめんどくさ。行こう行こう。うわっ、そうだった、ネットだ。びっくりした。さあ、8面どうなるかな。クリアできるかな、ちゃんと。まあ、無視しまくっていけばいいだけの話なんだよね。あれ、普段メットがいたはずの。危ない、危ない、うん、怖い怖い。よし、うん、いいね、5000点ね。よし、ほい、怖い、危ないよ。そう、ここは一回あっちを壊す。よしよし、そしてこれを、そうそうそう、勝つ上から行くというね、安全策を取っていくというね。さっきこれで手首、この手
クリンクできたかったんだけどな。まさかんだね。もう余裕でしょ。あ、最悪。8の2最初からにして。オッケーオッケー、だったらまだいいよ。ファイヤーの窓行きたいからね。一回死んだし、無理。怖い。よし、オッケー。はぁ、一回死んだ。激しいよ。ここだよ、ここ。はいはいはい、飛んで。よしよし。危ない。間違えた。よし、これでもう大丈夫。と思う。もう裏面とはこの辺関係ないからね。危ない。怖い、緊張する。よっしゃ、上手。さあ、最後。クリアできるかな？お、花火やったぞ。よし。こっち怖いな。危ない。よし。これクリアしたんじゃないか、これ。いけ！ダッサ！ダッサ！はぁ？チリマリオクリアか。はぁ？プッシュボタン B、トゥーセレクト&ワールド。あ、もう裏の裏とかなかったよね。あったっけ？やってみるか。もう多分ないでしょ。1の1クリアしたら終わろう。あ、マイナス1面やって終わるか。いけ。ジャンプ。おい。あ、そう、マイナス1面に行きたいんだよね。ここから行ったらダメよね。こうよね。頭をはめるんだったよね。どうにかしてね。難しいな。あ、できた。ほい。出た、マイナス1面。おらこれクリアじゃなかったんだよね。ゴールしてもずっと延々。おい、シビア。ひぃー。オッケー。アルテキティはなんだっけ、あの面としては2の3とかだと同じだったんだったかな。危ない。はいはい、ゴール下もゴールにならないっていうね。はい、よし、もうこの辺で終わりましょうね。はい、それでは本日は初代スーパーマリオですね。ファミコンソフトスーパーマリオを、何年ぶりだろう。でもこれ言うても結構ちょいやってるからな。5年ぶりぐらいかな。5年ぶりぐらいにプレイしてみたという動画でございました。なかなか手食ってたでしょ。3面の無限増殖ね、1回で成功しましたもんね。あー、うまい。これでね、ちょっとは僕がゲーマーだってことがちょっとは分かったかなと思います。ありがとうございました。それでは次回のゲーム動画は、あのね、グラディスやってくれとか、ファミスタやってくれとか、F1 レースやってくれとかっていうリクエストあったんですよ。全部そのソフトたちはあるんで、どれをやろうかな、ファミスタやろうかな。次回は初代ファミスタでもやりたいなと思っております。はい、それでは次回のゲーム動画でもお会いしましょう。またねー。いい曲だな、 BGM 最高。
あ、死んだ。はい、ありがとうございました。タイムアップ。こんな始まり方だったね。はい、本当にありがとうございました。はい、ちょっとね、せっかくマリオをプレイするんでね、ミニファイヤーにチャレンジしたいと思います。ミニファイヤーを一発で決めたらかっこいいよね。1の4でやるか。1の4で、で2の1でミニファイヤーっていうのが理想だね。よし、あ、これでどれ取り方はこうだよね。おい、テクニックさあ、行きますよ。ミニファイヤーに向かって一直線じゃー。よし、できた。オッケー。これですよね。これですよ。ミニファイヤーの元ですよ。大きいマリオなのにね、キノコが出てくるんですよね、次ね。さあ、行きましょう。ここね、キノコが出てくるんですよね。ほら。で、このキノコを取るとちっちゃくなるんですよね。ちっちゃくなって。これでファイヤーを取ればミニファイヤーの完成ですね。ファイヤーってどこにあったかな。あ、ここにあったんだよね、きっとね。やったー、来た、ミニファイヤー。おろ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 、ファイヤー投げるときだけでかいっていう。で、ブロックは壊、あ、ミニファイヤーなのでブロックは壊せない、ブロックは壊せないっていうね、全然使えないっていう感じで。あ、さっきゲームクリアしたとき豆のコントさんだったから、ね、どっかでしょ。いいね、いい音だね、サウンド最高。あ、身長がちっちゃい。え、届かない、もしかして。届かない、切ない。ダサい。はい、これがですね、ミニファイヤーでございました。あー、楽しかったね、懐かしいね。もういいでしょ。危ない。あ、そうだ、ミニファイヤーのままぶつかったらでかくなるんだって。危ない。あ、死んだ。はい、どうもありがとうございました。